あ、どうも、あ、どうも、どうけどもかげー、えー、めっちゃほんとー、ありがとうございます。今日、ケンタッキーにしないということで、ありがとうございます。ですね、昨日コラボをさせていただきまして、で、これ、じゃあ、そのコラボ、ファイト部さんがちょっとイラストを描いてくれたんですけども、あれを本当にシャメで送ってくれまして、そちらをプリントアウトして、ちょっとね、本当にポスターのように貼らさせていただこうかなということで、送っていただきました。改めて見るとすごいですね、やっぱりちょっと、データ上ね、切れちゃったりしたんですけど、これ、ね、勇気100倍、100倍、100倍になってないぞ、みたいなね。藤木くん、登録しないと卑怯だぞと、卑怯かちょっとわかんないですけども、まあ、ちょっとね、ちょっと押し出ちゃったりして、なかなかあれ俺関係なくないみたいな。映画公開とかね、ドラえもんの話ですよ。ドラえもんいないんですけど、みたいなね。この恐竜で、みたいなね。この感じ。さすがファイト部さんだなと。今日はファイト部さんの、ね、話題の YouTuber さん、ファイト部。ね、こちらの紹介、ね、楽しい YouTuber のチャンネルですから、皆さんぜひね、こういった感じでね、もう本当こういうのをね、見ると本当に、卒業式とかね、ほら、部活の後輩の人たちがね、いつでも遊びに来てくださいみたいなね、なんかこう寄せ書きみたいなね、書いてくれて、本当に夏休み暇だから行ったりすると、なんかすごい嫌な顔されるみたいなね、本当に来てんじゃねえよみたいなね、もう、すいません、これ関係ないんですけど、もうね、そういった感じでね、もう本当ね、こう、なんか、懐かしいなと。で、せっかくなんで、これ本当にもポスターっていうかね、まあ、ポスターっていうか、ね、宣伝としてね、こういうのはもう絶対せっかくいただいたやつはね、もうね、いろいろ貼らさせてもらってるんで、これね、どんどんお店が変な感じになってますけども、ここにじゃあ、これからはね、貼らさせていただきます。ファイトブさん、ちょっと見えづらいかな。でもまあ、見えますよね。よかったよかった。ありがとうございます。そんな感じで、楽しい、俺とコラボさせていただいたやつとかもあるし、そして、なんていうのかな、こう、面白い、まあ、ね、いろんな YouTuber さんへのこの、ね、コメントとか、なんていうのかな、ちょっといろいろね、言ってみたりとか、あとはなんでしょうね、ゲームやってみたりとか、いろいろなんか、ね、楽しい感じのことをね、やってますので、もしよかったら、ね、本当に一度チェックして、下の概要欄から行って、チェックしていただいて、そしてチャンネル登録をね、ぜひともしてあげていただきたいと、ね、いう感じでございます。まあ、もしよかったら、ついでに俺のもしていただけると、ね、助かります。まあ、なんつうでしょう。また、ファイト部さんの方の、コラボのね、動画にね、コメントで、また、第2弾やってください。第3弾、みたいなね。また近いうちになんかコラボしましょうっていうふうにはやってますよね。あとはもう、ファイト部さんの判断になりますから。まあ、なんかあればね、またやらさせていただければなと思います。まあ、東京と大阪で、まあ、距離がありますから、また、なんかね、ああいう、ネットワークを使う感じで、わかんないけども、やりたいなぁ、なんて思っています。では、ぜひともまたね、ファイト部さんの展開も面白いと思いますのでチェックしていただければなと。本当にさ、皆さんも一回見た方がいいかな。そのね、ディープタウンですよ。よくね、話題になってる西成区、大阪のディープタウンみたいなね、そこで謎のお肉っていうのを買ってくるみたいなね。皆さんお肉屋さんで売ってるらしいんです。よくわかんないお肉が、何のお肉かわかんないみたいなね、それを本当に対決で最後食べてますので、食べてらっしゃいますんで、ちょっと申し訳ないんですけど、やっぱね、ノリとして、動画を作って盛り上げるために、いや申し訳ないんですけど、ちょっと心が痛みますが、生肉食わなきゃ終わんねえだろみたいな感じがね、どうしてもね、流れ的に、まあ、ちゃんとね、調理して食べるみたいな。ね、焼いて食べるみたいな。ね、そうもあって。だからそんな感じで、ちょっとね、俺も、ほら、見てる側として、どんな感じなの、その謎のお肉って何っていうのを、こう、いろいろ聞きながら、こう、ね、あだこうで言ってますから、そんなもね、気になる方、そういうのが本当に売ってるんだなと。関東ではあまりそういう手法で売っているところ聞いたことないから、材料言わないっていうね。なんだか言わないっていうね。その代わり安いみたいなね。そういうのってほら、なかなか、この間全然聞いたこともない。ね。まあまあ、そんなんもありますから、ぜひともね、ファイト部さん、いろいろ、
ね、これからもやっていくみたいなといろんなことをね、ぜひとも、チャンネル登録してチェックしていただければなと、これから。俺はもうあんまり変わらないんで、いろんなね、あだこで言ってますから。まあ、そして、またね、皆さん、ね、こんな感じで、本当に、なんかチャンネル登録者数がどうとかっていうので、コラボ、みたいな、言うと本当申し訳ない。それは無理なんですけど、少ないので、底辺ですから。もう本当に、だからそういうのを気にしないで、やってくださる方、もうね、心が広い方、ね、優しい方、コラボもお待ちしてますので、よかったらもう本当に、ね、こんな感じでやらせていただければなと思っています。じゃあ以上でございます。斉藤さんをよろしくお願いします。ダーマン、ダーマン、タケノコ、影、さようならホームラン、イェーイ、ありがとうございました。さよならホームラン、2回言っちゃった。ありがとうございました。さよなら。ファイトブさんをお願いします。チャンネル登録、ファイトブさんのチャンネル登録、ファイトブさんの動画は、下の概要欄で、から言ってください。これ2回目、これ2回目から。ありがとうございました。さよなら。始まった。それはね、2時だからだよ。変わんのだの、2時をつかむ男が。まったあ、やばい、ちょっとごめん、トイレ戻ってきたら終わってる。